皆さんこんにちは、佐藤ゆりあです。今日はクセッケさん必見、ストレートヘアブラシを2本比較しながらご紹介していきたいと思います。ついにやってきてしまいました、梅雨の季節です。私は知ってくださってる方もいると思うんだけどね、とってもクセッケなんですね。こう毛が細くて柔らかくて、こう表面がこうパヤパヤっと表面の毛がこう出やすかったりとか、今日はこれ朝起きてから何も髪の毛をねいじってない状態なんですが、こううねりがすごい髪質をしています。でこれをねこううまく活かせる、セットでこううまく活かせる時もあれば、ちょっともっと強い時とかね、日によって状態が全然違うんだけど、今日はちょっと比較的に落ち着いてる状態なんですが、毎朝ヘアスタイリングする時にやっぱりストレートアイロンでこう丁寧に伸ばす、ブロッキングして伸ばしていくっていう作業ってとっても手間で、このこれからのこの季節のね、梅雨の時期だと外に出た瞬間湿気で、せっかくねこうストレートアイロンで丁寧に伸ばしたところで湿気でまた戻ってしまうので、まあ、ビシッとまっすぐまではいかないけど、もうちょっとこう整えられたらいいなと思っていました。そこでこうくるくるドライヤーと言われるね、コップでこう髪をくるくるさせながらケアするものとかも使っていたんですが、それよりも最強にいいものを見つけました。それがこちらです。じゃん、ストレートヘアブラシです。はい、こちらは何かというと、はい、こういう形でブラシになっているものの、こちらの面一本一本がこう熱が伝わって、髪の毛をね溶かしていく時に熱でこう髪の毛を伸ばしていくというタイプのものです。これをね SNS で見た時に私はすごく感動して、ネットでいろいろ調べて口コミも見て、どれがいいかなって楽天ですごく探したんだけど、どれもこれも良さそうと思って選びきれませんでした。なので実際そういう方多いんじゃないかなと思ったので、ここは2本ゲットして、違いと私はどちらの方が好みか、そんなところもご紹介できたらいいなと思っています。概要欄にタイムコードを載せておくので、それぞれのブラシの特徴を伝えてるシーンだったり、実際に髪の毛に当てているシーン、飛ばしたい方はね概要欄の分数のところをクリックしてもらえるとピュンと飛べるので、そちらを活用してみてください。はい、ということで今回購入した2本はこちらです。サロニアストレートヒートブラシスリムブラック、はい、そしてこちらがルピリーナストレートヘアブラシです。デザインはどちらもスタイリッシュで、シンプルですごくね素敵だなって、かっこいいなと第一印象で思いました。なので、見た目としてはまあどちらも素敵だなと思ったんだけど、私的にはこっちの方がよりスタイリッシュでいいなと第一印象では思いました。そして大きく見て2つの違うところは、こちらがこうまっすぐ面がなっているもの、こちらがこう円状になっています。ここがねこう見た目としては大きく2つ違うかなっていうところです。ブラシの熱が加わるところをよく見比べてもらうと、こちらの、サロニア、こちらのサロニアの方は大きく3列熱が加わるこのブラシの形状になっています。一方こちらのルピリーナは円状になって、なるべく多くの面で一気にこう熱が伝わるような仕様になっています。こうやって見てもらうとね、わかるんですが、こちらのね、やっぱ髪の毛に当たる面が大きさも大きいし、数も多いので、こちらのね、ルピリーナの方が一気に髪の毛にこう熱は伝わるのかなっていう、そんな印象でした。はい、こちらにね、それぞれの製品の特徴が記載されているんですが、基本的にはほとんど一緒です。セラミックコーティングされたブラシだったり、オートパワーオフ機能が両方ともついています。あとはマイナスイオンが出るところだったり、海外に対応しているところ、あとはこうマックスの温度がそれぞれ少しだけ違います。こちらのサロニアは210度、こちらのルピリーナは230度まで対応しています。ここのコードの部分、両方とも360度回転するので、こうコードがねぐるっとうまく回らないなっていうことも2つともないです。はい、では実際に左右で髪の毛を伸ばしながら見ていきたいと思います。はい、では早速2つとも温度を上げていきます。サロニアに合わせて一番温度の高い210度でやっていきます。
い、このねサロニアの方はね温度もね少しだけ細かく調整できますね。5度ずつ上げていくことができます。はい、この点滅が終わったら熱がすぐもう使えるよっていうサインです。こちらのルピリーナの方が少し早いですね。こちらはもう完了しました。あ、来ましたね。はい、少しだけ時差ありました。でも少しだけ時差ありました。でもちょっとだけ私がこっちいじっちゃったっていうのもあるので、まあ、ほぼ同じぐらいですが、ルピリーナの方がちょっと体感的には早いかなっていう感じです。はい、ではこっちをサロニア、こっちルピリーナでやっていきます。まずは襟足部分をブロッキングしてやっていきます。今日は私こう自然にね外巻きになってしまう髪質なので、ちょっとなるべくまっすぐになるように当てていきます。はい、まずこちらサロニアです。はい、やっぱねここのブラシがこう四角くなってることで毛をすごく取りやすいです。こんな感じで、おー、はい、これで一回かけただけで結構まっすぐになってます。はい、これだけで十分かなと思います。こちらも使っていきます。もうこれももう一回だけでこんな感じに内向きになります。はい、どうですか、すごいすごいですね。こうやってかけただけで、はい、さらっと、はい、伸びました。中間です。内側からかけます。うん、すごい。すごい結構癖が出てる。ここはどうですかね。はい、伸びてます。ただちょっと私がこう内側からかけてばかりなので、ちょっと外からかけてみます。こっちの方がなんかこう同じ210度でも抑えてられない、なんかすぐそこに熱がある感じで、ちょっとあんまり手は使えない感じなぐらいしっかり熱が伝わります。撫でるだけで結構もう伸びてる。側からかけます。ちょっとこのうねりはね難しい。ちょっとこう引っ張ってやってあげた方が伸びますね。うん、もう表面のちょっとねこう細かいパヤパヤした毛も少し落ち着くような感じ、落ち着きますね。うん、すごい。この癖を伸ばしたい時はしっかり、お、しっかりかけてあげると伸びます。癖がふんわり伸びたらいいなぐらいに思っていたけど、しっかりもうストレート。これ逆にこうまっすぐすぎたくない、ふんわりにしたい方はもっと多分ささっとやるだけでいいんだと思います。
つきます。でも違うね、やっぱり。あ、違うね、すごい。ひと撫でのパワーが違う、やっぱり。ただちょっと髪の毛をすくいにくい感じはします。ルピリーナの方が。はい、こんな感じでね、撫でれば撫でるほど髪の毛にツヤが増していきます。かなりストレートになります。はい、こんな感じで、ちょっとね、今は丁寧にかけたんですが、これもうちょっと普段の生活だとね、表面さーっと撫でてあげて、毛先こう内側に入れたり外側に入れたり、こうまっすぐにしたかったらまっすぐって、これだけやるだけで随分違うと思います。時短になる、とっても。はい、こんな感じで2つを当ててみました。皆さんはどちらの方が好きでしたか？これはね、本当にだいぶ好みで変わるかなと思うんですが、私はこちらのルピリーナの方が好きでした。大きな理由はもう本当に時短になるっていうことです。面が大きいのと、熱のこう伝わり方、入り方がやっぱり全然違うなって感じました。ひと撫でするだけですごいとにかくこうパワーがあるっていう感じです。もちろんね、こちらのサロニアも綺麗に伸びてくれるので十分だと思うんですが、ちょっとね、やっぱりこちらに比べてしまうと、この熱の伝わるね、面が少ないのがちょっとこう物足りないかなっていう感じです。ただこちらのブラシの形状としては、なんかこの四角くなっているところと熱が加わるところよりもさらに高いところがこう外の枠で縁取っているので、こう髪の毛をすくうのが断然こっちの方がすくいやすいです。すくった先に熱があるっていう感じ。こちらは高さも小さいのと、あの髪の毛をねちょっとすくいづらいなっていうのがちょっと正直あります。そしてここのも一番この面、本当のこのブラシの根元の部分、ここも熱加わりますね。だからこうちょっと結構熱ってなるぐらい、しっかりこれ自体が熱々になっていて、こうブラシ通すともちろんこの毛が当たった部分も綺麗になるんだけど、ここの奥のところまで熱があるので、ひと撫でのパワーがすごい、そんな感じでした。はい、これはでもそれぞれ、これ好み本当それぞれだなと思います。どっちがすごく良くてどっちがこうダメっていうことはなくて、自分のこの生活用途とかね、好みによってぜひ選んでもらえたらと思います。私の楽天ルームに貼ってあるので、気になった方は、はい、そちらからもチェックしていただけるのでぜひ見てください。はい、そしてちょっとね、こうおまけ的な感じで、私がこの梅雨時期、このクセっ毛の私がなるべくこう髪の毛うねうねしないように普段愛用しているアイテム、少しだけご紹介していきます。はい、まずはこちらです。これね、ヘアケアの時にもうご紹介しているんですが、資生堂のサブリミックワンダーシールド、サロンホームケア用です。はい、こちらはドライヤーをする前にかけるタイプの洗い流さないトリートメントです。洗い流さないトリートメントって、やっぱりこういう水分のタイプが一番奥まで浸透するんですって。それはやっぱりこう粒子が細かいので、髪の本当の内側の部分からケアしたいときは、こういうちょっとシャバシャバっとした水分タイプが一番奥までキュッと入ります。こちらは本当にいろんな紫外線だったりとか、チリ、ホコリ、タバコ、そういうところからも髪を守ってくれるんですが、その他にも湿気からも髪を守ってくれるっていう機能があるので、乾燥から来るクセっ毛の方とかにはすっごくおすすめのトリートメントです。はい、でこちらは仕上がりがサラッとするタイプです。で、私こうツヤがあってサラッていうのがすごく好みなので、とっても好きなんですが、それよりももう少しこう重たい感じが好きな方にはこちらがおすすめです。オチオットセラム CMC ミルキー、
はい、こちらは髪質改善で言っているユーレルムの川田さんにおすすめしてもらって使い出したアイテムです。でこちらはこう内側を修復してサラサラっと表面もケアっていう感じなんだけど、もっと私は乾燥毛なので内側に水分ギュッと保持したい、そんな方にはこちらのミルクとってもおすすめです。オイルだとどちらかというと表面をコーティングしてさらっとうるっとさせるものが多いんですが、ミルクはそのこちらの水分ほど中には入らないけど内側からこの抱え込んだ水分をミルクとして中にギュッと入るというタイプのものです。スタイリング剤はこちらおすすめです。サルクドライです。ちょっとクセ気をいい感じに活かせるっていうスタイリング剤です。こちらはねシーミストなのでちょっときしむというか海から上がったようなちょっとボソッとバサッとした感じに作ってくれるのでこなれたおしゃれな感じに見せてくれるタイプです。なのでこちらを使うときはこうカジュアルな感じの服装だったりとか海外のセレブの方たちのスナップの時のようなちょっとバサッとしてるんだけどなんかいい感じっていう髪の毛を作れるそんなタイプです。私みたいにねこう根元がね柔らかくて立ち上がらない方とか、うち夫も今こちら一緒に使ってるんだけど根元がこう柔らかくて立ち上がらない方は結構しっかりびしょびしょにね濡らしてこうドライヤーの熱で当ててあげるとちょっとこうきしむ感じというか髪の毛が強くなるのでこう立ち上がったりとかするようなそんなタイプのヘアスタイリング剤です。はい、そして最後はこちらです。ミルボのエルジューダポイントケアスティックです。これはねマスカラみたいになっていてブラシがとっても大きいんですね。こちらをこの私みたいにこう表面の毛がポヤポヤっと出てしまう方、今だいぶ熱で綺麗に入ってるんだけどこういう毛にスッと塗ってあげると表面のね、ここの毛が収まりが良くなります。はい、でこれねちなみに結構タイトに作り込んだ時とかちょっとここの遅れ毛をいい感じに使いたい時こういう感じでここにしっかり塗ってあげたりしてもこのキープ力もあるので遅れ毛をねこうスタイリングする時とかに、はい、とてもおすすめのアイテムです。はい、以上が私のねこうケア用品スタイリング剤のご紹介でした。はい、ぜひねこれから梅雨の季節ねちょっとヘアスタイリング大変だと思うんですがぜひ参考になったら嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。